ひょんなことから脳幹視になった主人公が、さまざまな死に向き合うことで、そこに息づく愛の姿を見つめる。映画送り人は2007年、山形県庄内地方を中心に撮影が行われました。メガホンを取るのは、日本映画を代表する監督、滝田洋次郎。はい、ボールだー、ボールだー。滝田監督は監督として一国の主としてこう現場をこう統率していくっていう、もうその力はもうキャリアも含めて本当にひしひしと感じました。それでかつ物理的にも非常にきちんとその日のスケジュールをこなしていくっていう、非常にこう余裕を持って作品に携わっていけたっていう。リズム感であったり現場のテンポであったり、あと作品に関する熱意はもちろんのこと、なんかこうユーモアだったりご本人のウキウキ感がとってもこう伝わってくる現場なので、とっても安心してお任せしますという形で役に取り組ませていただきました。そして脚本を手掛けたのは、本作が初の映画脚本となる小山薫堂。脳幹視を描きながら、いろんなそこにまつわる愛ですとか、あとはやはり男の生き様、男のプライドというか仕事に対するプライド、そういうものを描きたいと思ってました。僕が心を動かされたのは、火葬場で、いつも焼き場のボタンを押してるおじいちゃんが、いらっしゃいまして、その方が死というのは、誰もが通過する門のようなものですというようなことをおっしゃいまして、それに一つ感慨深い思いを馳せました。脳幹視という職業をテーマに、笑いと涙で愛すること、生きることを紡ぎ出す異色の感動作、映画送り人の舞台裏に迫ります。大吾が所属していた楽団でチェロを演奏する冒頭のシーン。この撮影が行われたのは、山形県酒田市にある希望ホール。約400人のエキストラや山形交響楽団の協力のもと、大規模な撮影が行われました。劇中、指揮を執るのは東京交響楽団正指揮者であり、山形交響楽団の常任指揮者でもある飯森典親さんです。チェリストの大吾を演じる主演の本木雅弘さん。本木さんは吹き替えなしの撮影に挑むため、撮影開始前からチェロの特訓を始めたそうです。連日撮影で、でも滝田さんの現場がとってもスムーズで、夕方には撮影が終わっていて部屋に戻っていたんですけど、必ずと言っていいほど毎晩上のお部屋からチェロの音が聞こえてきて、本木さんがチェロ奏者の役なので、毎晩撮影が終わった後に練習をされてるんだなって、もうその熱意と勤勉さに本当にこう感動させられながら、それを子守歌に先に眠らさせていただいてごめんなさいって思いながら。役者さんがこうチェロ演奏してますと、大概顔のアップ、手のアップ、あとうんと離れたところみたいな、できるだけ弾いてるところを見せないように撮るのが普通なんですが、本当に練習されてものすごくこう本当に本人弾いてるぐらい。
そんな本木さんのチェロの腕前が後日山形で行われた舞台挨拶で披露されました。映画の中での、動き、指の動きっていうのはもちろん一生懸命覚えたんですけれども、生音を出すというのは、本当に多分ここが初めてです。演奏前、気持ちだけで弾くと言っていた本木さん、山形の方たちには嬉しいプレゼントとなりました。大吾の実家は山形県上山市にある元うどん屋の建物がロケ場所となりました。すいません、ここま、小村で、ここら辺りで。大きな借金を作ってしまい、田舎に引っ込むことになり、そしてお仕事を隠されとかっていうこともあるんですけど、でも大ちゃんのことを好きだから、すごくこうおおらかに優しくっていうよりも、すごくあっけらかんと明るく、支えていく、まあ、支えるというよりも一緒に歩いていく奥さんでありたいと思ったので、それをどういうふうに気持ちを整理をつけて、どこまで感づいているけど出さないのかみたいなところも、そうですね、シーンを重ねながら、夫婦の形を作っていきながら、相談させてもらいながら役作りさせていただきました。天候に恵まれた絶好の撮影日和、撮影も順調に進んでいきます。滝田監督も満足のいくカットが撮れた様子。さあ、このままの流れで家の中へと行きたいところですが、山形で撮影するのはここまで。うん、まあね。やったー、じゃあお祝いだ今日は。で、どんな仕事だったの？実はこの扉から先の室内のシーンは、山形ロケから約1ヶ月後、東京の日活撮影所で撮っているんです。おい、結婚式場、結局またチェロ弾かされたりしてね。まっ、こちらは再び山形。大吾と美香の雪解けとともに訪れた穏やかな春の季節。一面が花に包まれ、春の様子を演出しています。はい、本番。はい、それでは桜お願いします。よーい。まっ。
春のシーンの次は冬の準備。映画送り人が山形で撮影されたのは4月から5月にかけてのこと。その期間中に季節の移り変わりを撮影するため、1日の間に季節が変わるのはよくあること。よーい、スタート。二人ともとっても寒そう。実はこのシーンも撮影されたのは4月なんです。トラックで運んできた雪をかき下ろし、スタッフ総出で通りを雪で埋めていきます。こちらは綿の雪。このようにさまざまなスタッフの努力で冬のシーンは撮影されていたんです。山形県酒田市にある料理亭跡の外観を利用して NK エージェントの撮影は行われました。撮影当日はあいにくの雨。しかし撮影されているのは父親の死の知らせを受けた大吾の心の葛藤を描く重要なシーン。ここで気を抜くわけにはいきません。はい、はい、もう一度ください。はい、はい、オッケー、はい、オッケー、オッケー。映画送り人を語る上で外すことのできない存在なのが山崎努さん演じる NK エージェントの佐々木社長。すごく普段の山崎さんっていうのも一見気難しそうな顔に見えるんですけども、冷静でかつ誰にでも公平で、それで目の奥は実はこう温かく笑みをたたえているような、そういう優しさがあるんですよね。山崎さんは私の上司っていう形でベテランの監視として、出演されてるんですけれども、本当にこうなんかこういう上司がいたら、こういうお父さんがいたら、ちょっとなんかそれについていけばこう自然と成長できるっていうようなね、なんかなんともこう頼もしい感じが静かながらもこう伝わってくるっていう。行けほら、よーい、マーク、スター。名前なんだっけ？小林。すぐ名刺すって。はい。僕の役はね、監督と相談して植物が好きなキャラクターにしようと思ったんですよ。事務所の机の上にもサボテンが置いてありました。そのサボテンがなんと本番の日に花を開いたんですよ。本当に綺麗な小さい花がパッと咲いたんですよ、本番のその時に。これはびっくりしてね、ああ咲いたなっていうのは、あれは本当にその時起こったことなんです。遺体を棺に納める仕事、咲いたな。こちらはフグの白子を食べながら大吾と佐々木が語らうシーン。スタジオでの撮影のため、窓の外には合成用のブルーバックが。ここに山形の雪景色を合成すると、実はこのような合成技術が他のシーンでも使われていたのですが、皆さん気づきましたか？
僕は何をすればいいでしょうか。いや、まあ、行けば分かる。吉行和子さん演じるつや子が営む銭湯鶴の湯。ここでの撮影は山形県鶴岡市内にある銭湯をお借りして行われました。見た、その時見渡すというか、あ、懐かしい、ここだここだっていう顔をいただいて、もう一度お願いします。はい。翔子さん、OK。 最初の絵でいないってのは分かります？バンダーいないのは分かる、うん、そしたら最初入れといてもらって、普通にこうなりますよね、うん、一回こう置いといて、あとはもう引き返して翔子さん OK。 ああ翔子さん置いとけ。どことなく懐かしさを感じる風景。滝田監督はロケ地を決める際にあるこだわりを持っていたといいます。まあ、あの滝田監督が、まあ、裏テーマじゃないですけれども、まあ、滅びゆくものみたいな、そういうものをこうちょっと慈しむというか気にかけるというような意味合いで、ロケ地の中もこう古びた映画館だったり、もう消えてなくなりそうな銭湯だったりとか、こうかつてはこう人がより集まって、うん、まあ、肌と肌を寄せて何かを語ってっていうふうに、要するに何かこう人のぬくもりが寂しいながらもこうなんとなくこう残っている、漂っている、そういうような場所をたくさん選んでいるので、そういう意味でのこうなんとなくこう、まあ、懐かしさというのまでいかないまでも、やっぱりああいうものがあったあの時代っていうのは良かったかもしれないねっていうふうにちょっとこうなんか感じれる部分もあるので、皆さんこういろんな経験を積まれた年齢の方がご覧になると、そういう楽しみ方もあるかもしれませんね。スタート。いらっしゃい。こんばんは。あれ、マーサが。はい、うちの嫁です。はい、あ、はじめまして。ゆっくり使って温まっていけろ。はい。続いては大吾と美香が鶴の湯から出てくるシーン。またまたスタッフの手により鶴の湯に雪化粧が施されていきます。よーい、スタート。まずはリハーサル。うわっ、真っ白。明日から冷えるぞ。ありがとう。実際にこれ撮ってますから、方言指導を受ける元木さん、慣れない山形弁に少々苦戦気味の様子です。そしていよいよ本番です。ねえ、一杯だけ飲んでかない？そうだ、いい店あんのよな。ほんと？行く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 。山形県三河町、いよいよ本木さん扮する大吾の脳幹のシーンが撮影されます。キャメラ、よーい、マーク、スタート。どうぞ、こちらです。失礼いたします。失礼します。
マーク。スター。皆様お揃いでしょうか。実は映画送り人は本木さんが十数年来温め続けてきた企画。20代後半に1ヶ月間インドを旅して死生観について考えるようになったという本木さん。その後脳幹視という職業の存在を知り、密かに映画化の構想を持ち続けていたのだといいます。はい、はい、カット。はい、OK です。今のカット OK。はい、では始まり。では作業さ、脳幹の始まりという、はい、脳幹視という役柄を演じるにあたり、本木さんは実際に脳幹視の方々と会い、そして脳幹の現場にも立ち会ったといいます。とにかくその脳幹っていうのの世界がなかなか奥深いもので、まあ、今回映画の中では新人脳幹視っていうことなので、初めの一歩、遺体になれること、そしてとにかくどんなこう心を持って接していくのかっていうことをこう、まあ、経験の中で積み上げていくという役どころなんですけれども、とにかくその、まあ、脳幹の技術そのもの、一見するとちょっと大げさに言えばお茶のこう作法とか所作のような、そういったこうなんか洗練された美しさがあります。それをまあ習得するために、日々トレーニングを重ねました。私は まず形から入るタイプなので、ね、とにかくそれだけを考えて やっていました。彼はね、完全にやりましたね。本当に毎日やってました。で、映画だから途中ズルしたりなんかするんですけど、僕は随分ズルしましたが、最初から最後まで全部彼はやりましたね。で、その専門の人が、もうなれるって、俳優ダメでも脳幹視になれるって保証付きでした。はい、手の抜けとかあり方とか大事ですね。 OK。映画送り人は何曲もの美しい音楽によって彩られていきます。時には笑いを誘い、またある時は見る者に感動を与える。そんな音楽を担当したのは、三吹市伝でも滝田監督とコンビを組んだ名将久石譲。ちょっとぐらいだね、うん、すいません、よろしくお願いします。まずこの主人公がチェロ奏者で、それでその、チェロを諦めてっていう、そういう設定になるということは、やっぱりチェロが非常に重要な役割になるし、それから、本人ももちろん弾くシーンがあると。チェロアンサンブルのみでこの映画の音楽を全部行こうと、20何曲になりますから、はいはい、全部が同じ色になってはまずいというところと、はい、とはいえやはりこう最終的にチェロのアンサンブルが表に出ることで、この映画の世界観をすごく出せるんじゃないかと、その辺がちょっと一番苦労したところですね。この日のレコーディングには NHK 交響楽団や東京都交響楽団のいずれもトップクラスのチェリストが集結。この日国内でまともなクラシックコンサートを開催するのは不可能ではないかと心配になるほどの豪華編成となりました。チェロという楽器は非常にこう完成されている素晴らしい楽器なんですね。ものすごくこう低い音から高い音の方まで弾けるんですね。あまり高くないところの普通のバイオリンでは軽々弾けてしまう音でも、チェロが弾くためにはもう本当にこうハイポジションで悲鳴のようにこう行くんですね。そうすると同じメロディーでもなんかそこに込められてくる力みたいなのがすごく大きくなるんで、高い方が軽々に出る楽器ではない楽器が必死に出してる。それでしかもこう
できるだけゆっくりなテンポだったり、そういうところでそういう映画の世界観を体現できるんじゃないかと、そういうふうに思いました。もうやっててこれほど楽しい仕事はなかったです。2007年6月10日撮影最終日となるこの日は、東京の日活撮影所で映画の最後に流れる納棺シーンの撮影が行われていました。本番。大悟最後の納棺。よーいスタート。全ての撮影のラストカットを見守るスタッフの表情は皆真剣そのもの。ありがとう。はい、カット。はい、OK です。はい、OK。 じゃあ最終了。お疲れ様です。山形ロケから始まった今回の撮影も無事終了となりました。まだ引き続き作業がいろいろ残っていると思いますが、お体に気をつけながら、ぜひ、もういい作品になる予感に満ち満ちておりますが最後まで、ぜひ、気を抜かずに、いい作品へと導いていただければと思います。はい、で代表で監督に、思いを込めて花束を。ああ、どうもありがとうございます。どうも。全編終了です。この日から約1年後、映画送り人は大勢の関係者に見送られ旅立ちの日を迎えます。2008年6月11日に開かれた完成披露記者会見。いろんな取材をしたり、あるいはシナリオを練り上げて、皆さんといろんなディスカッションをしながら、何かに導かれるような感じで、夢中で撮りました。納棺の世界っていうのにこう深く足を踏み入れられたことっていうのは、まだまだ興味は尽きない状態でいます。そして同じ日に開かれた完成披露試写会、満員の客席を前に山崎さんは1,2,3階までお客さんが、こんな充実した客席っていうのはなんか初めて経験したような気がします。才能のある方たちがいっぱい集まって、そして全部自分を注ぎ込んでだ結果がこの映画だっていうことを、しみじみと感じました。やっぱりこういう日を迎えられることが本当に幸せだなって今この場に立って感じています。聞き慣れない納棺師という職業が主人公の映画を撮りました。とは言ってもこれは納棺を再現する映画ではなくて、今失われつつある人間の感情を描いた映画です。山形では大勢の報道陣が詰めかける中、会見が開かれました。自分の子供が生まれるときに立ち会い出産だったんですけれども、その時のこう空気感にすごく似ていて、とにかくこうなんか、ああ人は人としてなんか特別な時間を見せてもらってるっていう、そういう喜びがあったんですね。それと、同じような光景でした。命、死を通して生きることだったり、人の温かさだったり、夫婦や家族の形っていうのを自分も改めて実感できたり考えさせられたりする、とても素敵な作品だったので、そったらことねえってばとかなんかそんな風に言うと、なんとなくこう気持ちが弾んでくる。そして映画送り人は2008年9月13日に公開初日を迎えました。なかなか朝から前になる映画を撮ったことがないので、感動しております。俳優は人を感動させる仕事なんですけど、見終わった後に自分も感動してしまい、死という場面がいっぱいあるんですが、逆になんか命が喜んでいるって、そんな気分になりました。元木さんがあまりにも上手になさるんですよ。それで、あ、これは私も真剣に死ななくてはいけないなと覚悟してこの撮影に臨みました。2005年の11月に生まれて初めて棺に
入りまして、はい、真っ暗な中で、あ、これから始まるんだと思って、どんよりとしたものじゃなくて、さらっとしたものにしたいなと。でそれをあの滝田監督がさらにこうキレのある演出で素晴らしい作品に仕上げていただきまして、本当に今感謝しています。最初にこれはあの中で本木さんがチェロを弾かれる、そういう話だったので、事前に曲を作らなきゃいけなかった。生と死が向かい合う時の優しさみたいなことができないかと思って書きまして、これは死をテーマにしてますけども、生きるための映画だと思っております。いつまでも、送り人の側でいたいと思っております。そこでいっぱい映画を撮って皆様にも元気になっていただいて、皆様もずっと送り人の側でいていただければと思います。そしていい作品になるという本木さんの予想通り、映画送り人はモントリオール国際映画祭でグランプリを受賞。日本人の死生観というよりも人間の営みそのものから感じられるものっていうのが、まあ、全世界共通のこう普遍的な今現在普通に生きていることっていうのの尊さみたいなものをこう自然とこう感じ直すみたいな。その後も世界各国で絶賛され、さまざまな賞を受けることとなりました。また国内でも大ヒットを記録。まさに送り人が世界中に旋風を巻き起こしたのです。本木さんのこの映画に対するこだわり、チェロであるとか脳幹の所作であるとか、あるいは、大吾という人物の、存在感、アプローチの、仕方、仕事の素晴らしさには感動いたしましたし、広末涼子さんの透明感、山崎努さんのこの大きな存在感、他のスタッフキャストの皆さんもとても素晴らしい、僕が一番仕事をしてみたいと思う方たちとの仕事の中で、この映画が完成いたしました。僕自身も思いの強い映画になりましたし、極めて日本的な映画が、全く、死生観の違う、海外の方にこう認めていただいた、受け入れていただいたことをとても嬉しく思っております。はい、 OK です、はい、カット、カット、OK です。